久喜義高、久喜義高、久喜義高は、日本の戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、久喜水軍を率いた水軍武将であり、久喜氏の第八代当主である。島の国衆の一員として、身を起こし、織田信長屋と与富秀吉のお抱え水軍として活躍し、島国を支配して三万五千国の六を得た。 こうした経歴とその誠意から、江戸時代には、軍機物などで、海賊大名の衣装を取った。後に、関ヶ原の戦いで西軍に組みし、戦後家康に許されたが、東志島で自害した。天文11年、1542年、久喜安隆が、島国阿護軍での拠点とする、那き城、三重県島下江王朝なきりで、定 安高の着男の三男として生まれる。母は、阿護郡甲賀、島市阿護町甲賀の出身とされる。安高には、城が二つあり、小田江市郡の田代城、鳥橋岩倉町では、定高の長男、清高が生まれている。久喜市の出自は不詳であるが、家電所には藤原北家の子孫で、紀州久喜浦現在の大和市久喜町から島名りの川面市の、 養子に入った高吉が武君を挙げ、地元のご奉行と呼ばれる者に押されて児童になった。しかし高吉には、子がなく、阿古群和具、島町和具の青山部前の次男を養子にしたと、記させた。吉高は、地が繋がらない者の,の高吉から数えて六代目にあたる。天文20年、1551年、定高の死去により、家督は長兄である清高が継いだ。 永禄三年、1560年、島の地頭のうち、十二人が、伊勢国寺、北畠具教の援助を受けて、田代城を攻めた。吉高は、城主清高を助けていたものの、清高は、戦の最中に死亡してしまい、吉高は、清高の子、長流を助けたが、城主を失った、久喜川は戦意を失い敗退する。そして、吉高ら残党は、浅間山へ逃亡した。 その後、吉高は、滝川和正の仲介により、桶狭間の戦いを制した、織田信長に仕えたとされる。A62 年、1569年、信長が北畠具教を攻めたとき、吉高は水軍を率いて、北畠の市場である、大淀城を陥落させるなどの活躍をしたため、正式に、織田家の家臣団の一員として迎えられた。この戦いは、 織田勢が優勢であったが、信長が、次男の織田信夫を、北畠家の養子に差し出すことで和解して終わった。その後、島の児童を、次々と倒した義高に対し、信長が、島国の領有を認め、九鬼子の家督を継ぐように取り計らった。ただし一説に、信長没後の天正11年、1583年に、吉高が、おいの潮流を殺して、 家を奪ったとも言われる。天正二年、1574年、信長が、伊勢長島の一向一騎を鎮圧する際、海上から射撃を行うなどして、小田軍を援護し、敵陣攻略に活躍した。天正四年、1576年、石山本願寺側に着いた毛利水軍600隻に、対し、小田水軍は300隻の船を引き伊勢築木津川沖で、 戦った者の多くの船を焼かれて、敗戦を喫した第一次木津川口の戦い。この敗戦に激怒した信長は、吉高に対して燃えない船を作るように命じた。この時に、吉高がたどり着いた答えが、船に鉄を張った鉄鋼船の建造であった。鉄鋼船の建造には、莫大な資金が必要であったものの、信長がこの案に理解を示し、 できる限りの手配りをしたおかげで伊勢浦の大船と呼ばれた鉄鋼船が完成した。天正六年、1578年、吉高の率いる六隻の鉄鋼船と、滝川一松の大船が、石山本願寺の抵抗ものともせず、境の港に入りその力を見せつけた。これに対して、石山本願寺は再び、毛利氏に援軍を頼み、木津川沖で海戦が行われる。 第二次木津川口の戦い、信長の要望に応えて作られた燃えない鉄鋼船の威力により、吉高は毛利水軍600隻を破ることに成功した。この選考によって吉高は信長から島に加え、摂津の田、福島などを与えられて7000国を加造され、合計3万5000国を領する大名となった。なお、この海戦で、本願寺の孤立家と織田軍の優位は、 決定的になったと言われる。以後、吉高は、堺に駐留していた模様で、本能寺の変の際も堺にいたようである。宮部文書。天正十年、1582年6月、信長が、本能寺の変で死去した後は、織田信夫に仕えたが、天正十二年、1584年の小牧、長久手の戦いの際に、 滝川一正の誘いによって、橋場秀吉陣営に寝返り、松ヶ島城の海上封鎖、三河国沿岸の襲撃、蟹江城合戦に参加した。同年、賀茂宇治里が南勢に入部されると吉高は、宇治里の寄り木として配属された。しかし秀吉に仕えた後も、信長同様に水軍の統領として徴用され、天正十五年、1587年の九州平定。 天正十八年、1590年の小田原征伐、などに参陣している。欧州仕置での宇治里の合図天保には、随行しなかった。天正十三年、1585年には、十五位した、大隅守に、ジョイ、任官する。そして、小田江氏軍とは、鳥羽氏と場の地を本拠地と定め、鳥羽城の築城に着手した。天正二十年、 1592年から始まった文読、慶長の役では、5月から6月にかけて、立春神率いる朝鮮水軍の攻撃により、不山西方に展開していた水陸諸隊の被害が増えたため、7月になって、脇坂康二、加藤義明、久喜義隆の三大名が水軍を編成して、対抗することとなった。しかし脇坂康二が抜け駆けを行って、 暇マさ海戦で敗北し、また、それを追って出動した吉高と、加藤義明も、安骨裏で、立春心の攻撃を受けて撤退した。この時吉高は、日本岸に座上し、帆柱が折れるなどの被害を出しつつも攻撃をしのぎ、夜間の脱出に成功した。これらの敗戦により、秀吉は、戦術転換の命令を下し、出撃しての海戦を避けて、 陸海共同での沿岸防備を行った。その結果、茎を含む日本の水軍は、朝鮮水軍の攻撃を何度となく撃退し、富山浦見線、熊川海戦、第二次、東港浦見線、馬門浦、A 登る浦見線、朝鮮水軍の積極的な活動は激減した。吉高は、慶長の役には出陣せず、慶長2年、1597年に加督を、 この句き森高に譲って隠居した。慶長五年、1600年、関ヶ原の戦いが起こると吉高は西軍に組みし、森高は東軍に組みした。これは、どちらが敗れても、加盟を存続させるための吉高の戦略だったという。吉高は森高が、徳川家康に従って、合図性伐に赴いている間に、堀内自然らと共に守備が、手薄になっていた、と馬城を奪取。 伊勢湾の海上封鎖を行い、8月24日の阿の津城の戦いの勝利に貢献するが、9月15日の本戦で西軍が壊滅すると、羽城を放棄して、東志島に逃亡した。森高は徳川家康と会見して、父の城名を嘆願し、森高の功績の大きさが考慮され了承されたが、森高の旧市がそれを吉高に伝える前に、 久喜家の行く末を暗示た家臣の豊田五郎右衛門が、独断で、吉高に腹するよう促し、これを受け入れた吉高は10月12日に和具の堂を千安で自害した。去年59。吉高の死宮は、首実験のために家康のいる、伏見城に送られたが、その途中で、伊勢明城において、森高の急死により確認される。森高は激怒して、豊田を残首した。 主宮は伏見城に運ばれたため、森高により、胴体のみが洞瀬岩近くに葬られ、胴塚が建てられた。主宮は実験の後に、東志島へ戻り、胴体とは別に築城、柄、山頂に葬られ、首塚が建てられた。現存する胴塚は森高が建てたままではなく、漢文九年、1669年に、孫の久喜高生が再建したものである。 吉高の墓が、浅間山にあるとする説があるが、蕎麦川の山徳にある、上安寺という寺が、久喜吉高の菩提寺になっており、森高が吉高の菩提を弔うために寄進された、石道路を墓と解釈するか、あるいは墓の他に、浅間山でも供養した事実を、浅間山に葬ったと混同するものである。現在でも墓に葬った後、この地方を代表する霊山である。 浅間山へ登り、金剛商事奥の院に唐馬を立って供養する州があり、奥の院手前に、たくさんの唐馬が並べられている。金剛商事には、喜義隆の肖像が、資本着色、久喜義隆像が残され重要文化財に指定されている。上安寺には義隆が自害に使ったと伝えられる担当などが残されている。子孫に、喜隆一、茎高吉、久喜修造。 福岡ソフトバンクホークス星の区域、竜兵がいる。海賊の大将として荒々しい人物のイメージが強いが、佐藤に造形が深く、津田総級の茶会にしばしば参加したり、逆に自身が総急を招いて幾度も茶会を催すなどしており、好き者としての側面もあったようである、総級期。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。